はい、おはようございます、億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、そして吉田さん、結局ね、この動画を見てしまいましたね。で、今回なんか2本送られてきてるってことは、どん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 毎日増やしていくってことですかね。まあ、どんどん増やしていくんだったら増やしていくで全然できますんで、遠慮なくやってくださいね。とりあえずは2本かな、3本ぐらいにして送りましょうかね。一応ネタはね、結構あるんですよ。吉田さんのペースが遅かったっていうか、出てきてなかったんで、結構溜まってますんで、億万長者合宿シリーズのためにね、4、50本はまだストックがありますんで、やっていこうかと思いますけども、どうでしょうか。で、今回はですね、ビジネスの勝負について、ちょっと私まとめたのがあるんで、ちょっとお伝えしましょうか。今日はね、2話分お届けしましょうね。まずはね、選ばれる自分になるっていうことを吉田さん言ってましたけど、本当その通りで、いろんな発信者がいる中で、いろんなセールスマンがいる中で、自分を選んでいただかなくちゃいけないですよね。その最初の要素っていうのが、見ていただく自分になるってことですよね。ついついこの人をクリックしちゃうよと。その一つのステップとしてチャンネル登録っていうのがあったり、ブックマークっていうのがあると思いますけど、まずそれをね、していただけるような、そんな発信をしているかどうかなってことになってくると思います。で、その次はね、会いたい自分になっているかってことですよ。自分が誰かにとって会いたい人になっているかっていうのが非常にポイントなんですよね。会ってみたいなとかね、直接話してみたいなと、この人の言うことだったらっていうふうにね、こう信頼していただくってことが始まってくるんですよ。その次に買いたい人になるってことです。この人が何かセールスをしていたら私買うんだけどなとかね、どっかになんかね、カートでもないかなとか言ってね、サイトを探してみるとか、それからセールスのタイミングっていうのはあるかなっていうふうに興味を持っていただくと。だから要するにね、何か売ってくれないかなとかね、この人の考えやこの人の実績を持って、一つのね、ポイントを買い取っていきたいなっていうふうに思わせることができるかどうかってことですね。そこのポイントにセールスっていうのをうまくはめていけば、売り上げっていうのはずっと作っていけるかなというところなんですよね。で、このステップっていうのは、そうさせる人格になることが必要になってくるんですよ。人格っていうとね、なんか特別な人間になるような感じがしますけども、結局ね、なんかその継続するってことも一つの人格の形成なんですよ。続かない人と続く人っていうのがいるわけですよね。それだけで大きく違ってくるわけなんですよ。なぜなら多くの人は続けられないからですよ。で、やろうと思ってもできないんですよ。だからやろうと思ってやっている人をものすごくね、評価する傾向にあります。この人はすごいなと。それがだから人格といえば人格なのかなと思いますよね。で、他に変われる人がいないっていうのも一つの大きなポイントですよね。で、似たような、例えばね、牛丼にしてもカレーにしても、ここが閉店だったらこっちでいいやみたいなのが結構あるわけですよね。で、ここに行く理由はたまたま近いからみたいなね、そんなお店ってのはあると思うんですけども、そうではなくて、名店とかね、隠れ家的な要素の店とかっていうのは、そこに行かないとその店やその商品っていうのが味わえないからそこに行くわけですよね。で、そこが休みだったらもうぶっちゃけよそに変わるところがないって感じで、気持ちが全然変わってくると。で、 YouTube も同じなんですよ。この人の YouTube 発信は他のどこに行っても取り出せないものがあるからそこに行くっていうね、これがだから選ばれる自分になるっていうことの要素かなと思うんですよ。さあ、それでね、今日のポイントの2つ目なんですけども、そのレースですよね。情報発信者とかビジネスをやる人のレースってのはどういうふうに行われるかっていうと、まずはやる人とやらない人っていう、この2つのチームがレースをするんですよ。どっちが勝つと思いますか、どっちが選ばれると思いますかってことですよね。やる人とやらない人もう分かりますよね。で、次、日々やる人とたまにしかやらない人っていう、そういうやる人の中でもこの2つのシリーズが分かれるんですよ。で、2つのチームがレースをやってます。これどっちが勝てますかね。で、その次なんですけども、日々やる人の中でも100日できる人と100日以下の人もレースをやってるんですよ。どっちが勝つと思いますかね。そういう感じでどん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 、いろんなレースを勝ち抜いてきて、勝った人の中でもまた次のレースがあるって感じです。さあ、あとはですね、続けられるようになったら、質を向上させられる人と、同質で続く人っているんですよ。同質、同じ質でやってる人と、どっちがより次に期待されるかなってことを考えると、かなり高いレベルのレースが始まると思うんですよ。あとはこれをね、繰り返して繰り返して繰り返していってることです。もう日々やってる、毎日やってる、それを1日に何回もやるっていうのがやっぱり勝てる要素が強いと思いますし、100日できる人よりも1000日できる人、1000日できる人よりも1万日やってる人っていうふうな感じで、コンスタントに、ね、続けられる人の方が信頼を高めて選ばれる人になるんではないかなと思うんですよ。そしてですね、質ってものですよね。どんな人がどんな気持ちで見てるのかってことをおもんぱかりながら、数字を測りながら、数字が上がるように、より多くの人に支持されるような動画を作り変えていく、バージョンアップしていくって方、最適解を求めていくって方っていうのはやっぱり、ずっとね、支持される人間になるんじゃないかなと思いますよね。そういった形で、今回は2つのテーマでお届けしましたけども、その情報発信するときにどういう人が勝っていけるのか、どういうレースがあるのか、そして自分は本当に誰かにとって会いたい人になれているのかというところがね、大きなファクターだということがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。今回は以上でございます。それでは、いってらっしゃい。